じゃあ磁気師庵って結構やっぱり有名なんですかね、紅葉とか。このところはやっぱりね、その紅葉の時期入りましたので、そのやっぱシーズンで。あ、なるほどね。で、皆さん、磁気師庵は良い良いって。ああ、そうなんですか。すごいこう、あの、いろんな、あのお寺さんで紅葉を見たけども、はい、うんうんうん、磁気師庵は一味違うっておっしゃってるんで。そうなんですか。僕だから、いや、2の方が行かれるところなのかなっていうか、そんな流れ、いろいろ見た、このね、エリアでいろいろ見た中では、はい、一番良かったと思ってたんで、僕も、いや、そうなんですか。 いつも見たことがないので、運転手さん、僕も入ったことがないんで、行ってみたいとは思うんですけど、なかなかね、そうなんですよ、そうもいかずで。じゃあ、運転手さんおすすめってことで、僕もみんなに広めておきます。はい。行きはタクシー利用して、帰りは大学寺寄って、そのまま、大学寺、そうですね、大学寺寄られて、歩いて帰ろうかなと思ってたんですけど、もうこの辺ですよね、確か。そうですね、もうこの辺ですね。